伊て花本、農脳絵より、うかい、うかいは、農の演目の一つ。五番目もの、鬼物太鼓物に分類される。金了の罪を犯したために殺された漁師の悲劇と、そのうかいの豪の見事さ、そして、ホッケ行による救済を描く。もともとは、摂津猿楽の江波佐衛門五郎の作品だが、世阿弥によって改作されたことが、猿楽談義に記されている。 安房国政庁出身の僧が、重僧を伴い、海の国伊沢を訪れる。一行は、ところの男に教えられた川辺の御堂に一晩を過ごす、ことにするが、その夜、松明を持った鵜飼いの老人が姿を見せる。話すうちに重僧が、かつてこの地を旅した際、よく似た鵜飼いに一宿一般の恩を受けたことを、思い出すと、老人は、その鵜飼いは後に、金陵の伊沢川で鵜を使って、 漁をしたために、仲間たちの死刑にアイス巻きにされて、川に沈められて殺されましたと語り、実は自分こそが、その死んだうずかいの亡霊なのだと名乗る。老人は、僧の求めに応じて、残悔のために、かつてのうかいの豪を披露する。その面白さに、老人は殺生の罪も忘れて酔いしれるが、やがて闇の中に姿を消す。改めてところの男から事情を聞いた僧たちは、 河原の石に一字ずつ、北渓用の教文を記し、それを川に沈めてずかいの老人を供養する。するとそこに地獄の鬼が現れ、ずかいが無事に成仏を遂げたこと、そしてそれを可能にした北渓用の苦毒のありがたさをたえたてまう。猿楽団に十六段に、鵜飼い、柏崎などは、江波の左へ門のごを咲くなり、 さりながら、いずれも、悪気象は除き、良きことを入られければ、改正詞の作成べしとあり、摂津猿学、えのき病座の左衛門の五郎の作品を、ゼアミが改訂したことがわかる。道書に売ればゼアミは、全場のほぼ全体を、冠阿弥風に作曲し直し、冠阿弥作の、トールの大臣の脳、客中一から、あと、ジテの鬼を映したという。また道書は、 小部みの面はこの曲で、世阿弥が使い始めたものであることを記しており、これもまた世阿弥による、改作の一環であったと考えられている。それ以外についてはどこまでが、世阿弥の手によるものかはわからないが、さらに、世阿弥以後の改作の可能性も指摘されている。江波モン門五郎については、詳しい辞績がわかっていないが、摂津猿学、江の木病座の当領と考えられ、 ゼアミと同時代か少し以前かに活動した人物らしい。エノキビ座は、鎌倉時代に活躍した丹波猿学新座の流れを組み、室町時代にも第五次清滝風の楽頭を務め、少年門院、義援の講演を受ける有力な一座であった。談義には、エノキビ座について、父、カンアミも参考にした、馬の白をなる鬼の名手がいたこと、ゼアミが、 足利義満の御前で、えのき病座の役者と、沖縄の建愛能で対決したことなどが記されている。しかしその後は、当領の二代続けての死などで、座勢は後退し、光栄らしい春堂大部が活動を続けたものの、やがて、コンパル座の湧き方として吸収された、客中に、宝昇流の名人、野口金本による、迂回迂回山縁明寺苗字の豪の面白さを見せる。 ことに主眼が置かれた素朴で古風な曲と評される。全場のみでも完結した作品であることから、江波佐衛門五郎の原作では、五場は存在しなかった可能性もある。前時手と後時手が別の人格であるという、珍しい構成であり、客中さん、かつては前、時手の老人が退場せずに舞台に残ったまま、別の役者が演じる後、時手の地獄の鬼が登場したのではないか。 という指摘もある。脇の層については、出身が暗保国成長であること、そして向かう先が日蓮州の本山、身延山駆動寺のある海国であることなどから、日蓮をモデルにしていると考えられる。にもかかわらず、日蓮の名が作中に出ないのは、構想の区域よりは広く仏教の苦毒をかうとしたためではないかとも、あるいは作者の創作部分が大きかったため日蓮の名を、 出すのをはばかったとも、逆に当時周知の話だったためあえて名を出す必要がなかったためとも考えられる。名を舞台となった伊沢川は現在は笛吹川と呼ばれ、かつては鵜飼川の名もあった。笛吹川に近い笛吹市伊沢町支部に所在する鵜飼山炎明寺には、鵜飼関助という漁師が日蓮に救われたというのと、同様の伝承や鵜飼関助を祀る御堂があり、 川瀬垣の行事が取り行われている。また、江戸時代後期の萩原元、かつ、貝の名称氏によれば、この地には霊落した平野時忠を主人公とした同様の説話があったという。なお、現在同地で行われる海は、土方と呼ばれる、船を使わずに渦ずが直接川に入って行う、ものである。漁師、漁師の殺生の号による悲劇を題材とした脳には、 本曲のほか、アコギ、ウトウがある。他の二曲の暗さに対し、本曲では、仏法の勝利が、高らかに歌われる点に特徴がある。肖書に、金剛流の、早肖族、関税流の、真魚の月、空の道、素働きなどがある。前時点と後時点が別人格であるため、その登場に工夫を凝らした、肖書が多い。 1464年のただし河原漢人猿楽や、翌年の足利義政南都下校の際に、音網がこの曲を待っている。また安土桃山時代には、下妻昇進による複数回の演奏記録があり、さらにその昇進の、能の止めに揺れは1593年に当時、関白の豊臣秀次、他にも同年には、秀吉主催の金中能で、 ガムウジサトがこの曲を演じたという。また松本隆は本曲を踏まえ、洗うドも良いナリタリーでうしょうの句を残している。ありがとうございます。